はい、こんにちは、入江君です。ということでして、リバース1999やっていきましょう。先ほど公式の方から新しいピックアップガチャについて発表がありました。はい、こちらドルービスピックアップガチャが行われます。実は中国版ではこちらボイチャーピックアップガチャがこのドルービスピックアップガチャより前に行われていたんですよね。しかし順番が変わってドルービスピックアップガチャを先にしたみたいです。理由の方なんですが、いろいろあると思うんですが、今新民域でドルービスの石化非常に強いですからね、そこで使われると思ってね、先にしたということもあるかもしれないですよね。あともう一つ大事な理由があるんですよね、ドルービスを先にした。これちょっと大事な話なので、またね後半ゆっくり話します。はい、あとですね、ピックアップされる星5のキャラも少し変わっております。中国版では星5ピックアップは X だったんですよね。けど日本版では、このピックアップではネクロとなっております。もう一人の星5のピックアップのカシャパシャは、中国版でも日本版でもピックアップされています。はい、このガチャは9日からなので、新キャラのメラニアとバッチリ被ってるんですよね。皆さんこれどっち引きます？メラニアめちゃくちゃ強いよ。いや、ドルービスの石化もねかなり強いからね、もうどうしよう。富裕層の方はまあどっちも引くと思うんですが、イレクの動画見てる人そんな人いないでしょ。いる？あなた富裕層？どっちも貫突してね、セルラン上げてください、お願いいたします。けどこの動画見てる方のほとんどの方が無課金美課金じゃないの？正解、間違いないね。それだとまず考えられるのは思い切って両方スルーですよね。イレクがいつも言ってる 1.2 の人権ヒーラー騎馬戦、これを確実に取るために、ここはねスルーというのもいいと思います。じゃあ次どっちかいけるって方、まずメラニア。メラニアは獣属性のメインアタッカー、リアルとメンタルで違いは出てるけども、ケントゥリオンと被ってます。ですのでケントゥリオンを所持しているのなら、ドルービスを引くのも悪くないと思います。じゃあ逆にドルービスのライバルって皆さん知ってます？石化とかのライバルじゃないんですが、星6の貴族性、他にいるの知ってます？知らない、間違いない。実はこの子なんです。はい、ジェシカ。お前いつもなんかジェシカ画面に出してない？だって呪文なんだもんね。このジェシカ、もちろん貴族性のメインアタッカーでバージョン 1.2 で来る予定です。騎馬戦の後に来ます。まあ、騎馬戦の方が強いよ。まあ、役割は違うんだけど、騎馬戦は、人権ヒーラー、このジェシカはメインアタッカーでもかなり強い部類だと思います。最新のね中国版のティアリストを見てもね、貴族性だとほとんどがねドルービスよりこのジェシカの方が上となっております。ですので、木工のアタッカーはこのジェシカをね 1.2 で手に入れるためにドルービスをスルーするという作戦もありますね。はい、そして今日一番の大事な話、最初言ってたボイチャーガチャより先にドルービスガチャを持ってきた本当の理由、イレ君知ってます？信頼度 78% の情報です。なんか低くない？低くない。 78% なんてほとんど当たるんだから気持ちいいでしょ。最近中国のね記事を読んでると、ドルービスに対するちょっと否定的なマイナス的な意見記事をねちらほら見るんですよね。その内容というのが自動翻訳なので正式にはわからないんですが、なんかボスをコントロールできない、ボス戦ではあまり使えなくなったとかいう記事もあるんですよね。ということでドルービス、このゲームの後半、まあ数ヶ月後には全く使い物になりませんとまでは言わない、そこまでは言いませんよ。けどワンランク下がるのはもう間違いない。ちょっとピックアップガチャ来るのにあまり否定的なことばかり言わないでくれ。だってしょうがないやん、書いてあるんだもん。だっていつも見てるプリズウェンさんもティアリストではね、ドルービスは、他の星6よりもね1個下の A になってますからね。はい、ドルービスの短所のところを見ると、
彼女の強みは全体攻撃に依存しており、ほとんどのボスはコントロールの影響を受けないため、ボスとの戦いには理想的ではありません。って書いてあるからね。今ってなんかボスいます？ボスはいない？新民域の敵は違うのかな？ドルービス持ってる方、新民域では無敵キングなんですよね、今。間違いないね。それは間違いない。で、最初の方はね、石化が効く敵ばかりなんだけど、後半になると、ちょっと効かなくなる。まあ予想だからね、これ。78% の予想。効かなくなると。ですので、ボイジャーより先に持ってきてね、ちょっと石化を楽しんでってことなんじゃないの？中国版と同じく、ボイジャーの後だとね、日本版は中国版の 1.5 倍ぐらいのスピードでね、進んでるんですよね。ガチャの期間とかも、中国版が3週間で、日本版は2週間かな。もしドルービスピックアップの後になんか石化が効かなくなってきたらね、めちゃめちゃみんな怒るでしょ。怒らない？絶対怒るよ。だからドルービスをね、先に持ってきたんじゃないかなと予想しております。けどこうは言ったんですが、皆さんちゃんとドルービスガチャ引いてくださいよ。引く？間違いない。ドルービス強いんだから。ドルービス今強いのは 100% だからね。78% とかじゃないよ。100% 強いんだから。で、徐々にコントロールできないボスを、みたいな記事が多いので、そうなんじゃないかなと。だからその可能性 78% ね。入れ君ちゃんと訳したのが正しいわけじゃないから、78% の確率でなんかちょっと雲行きが怪しいと感じました。ちなみに入江くんはガチャどうしよう、ドルービスもうお金ないよ、いっぱい使っちゃって。気持ち的にはドルービスの強さを味わいたいからガチャ引きたいと思ってます。で、メラニアも、新キャラだからね、引きたいと思ってます。あとセルランの話なんですけども、正直あまり良くありません。売り上げね、9日のピックアップガチャでセルラン一桁無理ですかね。せっかくプレイしてるゲームだからね、売り上げが上がるのがね、やっぱ嬉しいからね。じゃあお前あんまり否定的なこと言うなよと。だって見たんだもん、否定的な記事を。みんなもさっき見たでしょ。ボスをコントロールできないって書いてあったよね。じゃあ次からもう全部強い強い、全部人権ですっていう動画でいいの？嫌でしょ。もうそっちの方が再生数上がるんだよ。これ強い、人権ですとかね、言ったらみんなね、うわーって、これ強いですか、引きますってなって、再生数ブワー上がるんだから。で、こういう否定的な動画出すとね、めちゃくちゃ低評価つくからね、びっくりするよ。ですので、これ見てる方は、これから高評価押してくれる？ありがとうございます。はい、ということでして、まとめとしましては、なんだっけ、ドルービスガチャを、皆さん、引いてくださいでいい？皆さん、ぜひ引いてください。ダメ？聞いてくれる？ありがとうございます。いや、本当にドルービス強いのは間違いないからね。別に将来的に弱くて使い物になるわけじゃないからね。将来的にももちろん強いんだけど、この 1.2 でジェシカが来ますということは知っといてください。で、メラニアガチャはね、新キャラだけど、本当の富裕層じゃない限り、ケントリオン持ってる人はね、ちょっとスルーした方がいいと思います。やっぱり位置的に被っちゃうからね、属性が。はい、今日はちょっとグダグダ雑談みたいになったんですが、動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。